阪神原口文人国内 FA 権取得実感湧かない。阪神原口文人内野手29日に国内 FA 権取得条件を満たした。当日の広島戦は電中止となったが、マツダスタジアムで取材に応じ、一軍で活躍することを目標にやってきて戦力になれたという証だと思う。本当に素直に嬉しいですし、今まで使ってくださった監督はじめスタッフの皆さん、裏方さん、家族含め皆さんに感謝の気持ちでいっぱいですと語った。権利の行使については、使う使わないというのは自分の中でも実感も湧かないですし、今はチームですごく大きな目標に向かって進んでる中で、連覇に向けてチーム全員で一丸になってるので、そのことしか今考えられないですと話すにとどめた。グッチ FA 取得おめでとう。必死のパッチ、いつまでも応援してるよ。この前調子悪くて2軍降格した青柳さんも今季中に3ヶ月ぐらい1軍いたら取得なんだよね。どうなるかな。おめでとうございます。2016年から応援させていただいていますが、これまで本当にたくさんの出来事がありましたが、これからも変わらず頑張っている姿を応援いたします。原口が FA 宣言するのは 100% ありえないと思ってる。どれだけ球団から面倒を見てもらったか、これだけやってもらって FA 宣言したら人間性疑うよ。原口くんも阪神の大事な戦力やからどこにも行かんでね。阪神ちゃん、戦力で引き止めるんやで。 FA 取得した子たちみんな阪神の大事な戦力やからね。単純に打つとか守るとかを超越した欠かせない戦力、仮に出番を求めて他球団に移籍するとなっても絶対応援は続ける。原口国内 FA 権、今年早くも4人目の取得。大病を乗り越えて FA 取得したのは大したものです。権利を使う使わないは得た本人の自由ですが、やはり檜山慎二郎さんのように生涯タイガースでいてほしい。FA 権は日本じゃ事実上名誉賞だからね。取れたということは選手として大成功した証。病などありながらもよくここまで来たのは素晴らしい。原口選手の良さは球場に行けばわかる。誰よりもベンチ最前線で大声出してる。タイガースに絶対必要です。私も同じ大腸がんで原口選手を励みに克服できた一人っす。一打にかける集中力は未だに目を見張るものがある。数字的には物足りないけど、糸原同様何かやってくれそうな雰囲気はある。原口のいないタイガースなんて考えられない。エンジンでの素晴らしい声かけ、いつも感動しています。生涯タイガースに行ってください。原口なら引退後も2軍コーチもしくは解説者の道もある。残留するはずっていうか、厳しい言い方だが FA してもどこからも声かからないんじゃないか。使わんは関係なく、現役最後までこのユニフォームを着てほしい。縦島のユニフォーム姿で帝京魂をこれからも見せてください。幹部候補者の一人、しっかり複数年で契約して阪神で盛大なる引退式からのコーチ監督でしょ。全員残留よ。そらそうよ。令和の阪神タイガース代打の切り札、出て行ってほしくない。フロントは全力で引き止めてほしい。阪神にとってはまだまだ貴重な戦力なので、フロントの皆さん引き止めよろしく。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。